Thank you. I love your book. Oh, thank you. When will your new book come out? Soon. I guess, maybe. Thank you. Thank you. Hello. Hello. She's a big fan of your book. Oh, thank you. It's a present. I love it. I'm also a fan of your father, Kohei Ishizuma. Thank you.異国の町で小説家だった父の名を聞く。若い頃の父が暮らしていたというこの町で、父は小説家よりも本当は絵本作家になりたかった。絵本は誰しもが最初に出会う物語だから、そんな美しく大切な出会いの場にいたいと生前の父は言ってたそうだ。今絵本作家になった私を父はどう思うのだろう。お父さん、見てる。さっさと書けばいいじゃん。何も思いつかないんだよ。じゃあやめちゃえば。そんなこと言わないでよ。助けてよ。ネタ送れよ。甘えてもダメ。君が思っているよりもずっとこの世界は厳しいんだ。お父さんも言ってたでしょ。清い心で待っていれば答えは空から降ってくるって。本当に？ねえ、私心きれい？そんなの僕知らない。
猫には聞いてない。だって何も出てこないんだもん。取材兼ねてニューヨークまで行かせたのに。トメさん、これお土産です。やだ、超可愛い小夜がすごい欲しかったんじゃねえよ。出版社のみんな待ってんだよ。はい、分かってます。そりゃさ、創立記念の絵本なんて言われたらプレッシャー感じるのも分かるよ。でもさ、半年だよ、ありえなくない？挿絵のみどり先生だってああ見えて結構怒ってんだよ。一回自分で謝りに行ってよ。私これ以上もうかばいきれない。結婚？え、私がスピーチ？ああ、そんな褒められてもさ、やっちゃう？やっちゃう？まあいいけど、うわ！何かかけるまで一歩も出さねえからな。はい、わかりました。よし。ん、カエデ、なんか臭い。え、そうかな。いつ風呂入った？ニューヨークから帰った日。一週間も前じゃん。風呂ぐらい入んなさいよ。部屋ぐらい片付けなさいよ。ここから出ていいの？いいよ、もう早く入っといて。はーい。ペロちゃん、久しぶり。元気してたの？元気してたの？楓、物語はできたの？まだ。あ、お母さんにお土産。はい、どうも。また智恵ちゃん困らせてるんでしょ。違うもん、書けないんだもん。もう書けない。あ、いや、いっそもう書かない。うん、それがいい。バカな子。だったらもうやめちゃいなさい。そうだね、どうせ書けない私なんてこの世界にいらないんだから。もう変なとこばっか似て。それってお父さんにってこと？あ、ニューヨークでお父さんのファンって人に会ったよ。そう、まだいるのね、そんな人。ねえ、旅行行こうよ。前行けなかった妖精の丘に。どうせってお父さんの田舎でしょ。え、お父さん丘の上で妖精見たって言ってたよ。そんなの作り話よ。そうかな。行こうよ、家族旅行なんて行ったことないんだしさ。トモエさんの車で。旅行は嫌いなの。
楓。うん？何？お願い。どんなに辛いことがあっても自分のことをいらないだなんて言わないで。うん、わかった。帰ったと。ペロー！ペロー！ペロー！ただいま！散歩行こう！ペロー！ペロー！いないの？嘘、やだ。トモエさん、何もペロを拉致らなくたっていいじゃないですか。知らねえよ。仕上がった分から読んでくれ。汚ない意見を頼む。最後の作品なんだ。トメ先生、すいません、まだ書けてません。そう、じゃあできる限り早くね。はい、ありがとうございます。あら、こう見えても私結構怒ってるのよ。そう、ペロちゃんいなくなったの。はい。四季を悟ったのかしらね。嫌です、そんなの。それでこれが伝言版に。はい。続きはないの。続き、わかんないです。あるのかな。あ、
でも変なんです、私これどこかで読んでる気がして、でも全然思い出せなくて、お母さんにも聞いてみたんですけど、こんなの知らないって。ペロって何？ん？猫ちゃん。あ、あなたのペロって作家のシャルル・ペローから？はい。あ、でも元々はお父さんの書いた小説に出てくる猫の名前です。私小さい頃に空き地で猫を拾って両親に内緒で飼ってたんです。でもお父さんにはすぐにバレちゃって、その後は二人で秘密にしてこっそりペロを飼ってました。じゃあずいぶん長生きなのね。あ、いえ、その子はすぐに死んじゃいました。今のペロは二代目です。そっか。でもなんだろうね、これペローちゃんがいなくなった直後にこのメッセージが現れて、そこにはあなたのペンネームまで書かれてる。普通に考えればこれを書いた人間とあなたとは何らかの関係があるんでしょうね。この物語を追っていけば何かわかるのかも。またペローに会えますか？うん、それはわからないけど、私はこの物語の方に興味をそそられるな。ペロをよみがえらせる代わりに太陽を奪う。これって太陽、言い換えれば地球上に存在する全ての生命とペローという一つの命、このどちらかを選べと言ってるのよね。悪魔は試してるのね、私たちを。悪趣味だけど、人間の弱い部分をよく知ってる。じゃあリハビリついでに書いてみますか。書くって何をですか？ペローとアン、この物語の景色をね。先生の言った通りだ。何なのこれ、全然意味わかんないんだけど。おい、なんだその態度。お前のために探してきてやったんだぞ。まあまあ。アンとペローは村で一番の仲良しでした。アンは元気な羊飼い、ペローは星を読んで吉兆を占っていました。まあ、よくある話だね。二人はいつも村の伝言板で連絡を取り合っては森や川へ遊びに行きました。できてるね、絶対。黙って。ペローはいつも自慢の望遠鏡でアンに美しい世界を見せてあげていました。ほら、そうじゃん。うるさい。ある星祭りの夜、アンとペローは待ち合わせをしていましたが、ペローがやってくることはありませんでした。なぜなの、ペロー。ある日、アンの前に真っ黒で大きな悪魔が現れました。悪魔はアンの願いを叶えると言いました。しかしそれは大きな選択でした。ペロを蘇らせる代わりに、この世界から太陽をいただくよ。いいのかい、アン。悪魔が出てくるとこはちょっと唐突すぎない？多分この辺りの文章が抜けてるんだよ。そっか。でもさ、これなんだかイメージ膨らむね。楓パクっちゃえ。楓？私やっぱり知ってる気がする。なんだろうこれ。
ロー、今どこにいるの？ペロー、僕はいつもそばにいるよ。ペローがいないと私何にも書けないよ。ねえ教えて、君はなんで物語を書くの？私小さい頃からこの世界に私は存在しないんじゃないかって思ってた。言葉も笑顔も私の体を素通りしていくような、そんな感じが離れなかった。でもね、お父さんの真似をしてお話を書いてる時だけは私もこの世界にいていいって、生きててもいいって言われてるような、そんな気がするの。だからかな。うん、僕知ってる。君が抱え続けた願いはもうすぐ叶うよ。私は起こり得ないことを想像して一人で驚き、そして次の瞬間不思議な落ち着きを手に入れた。誰が書いたかわからないこの物語、この物語を追っていけば必ずペローに出会える。そんな幼い妄想と期待だけで私には十分だった。祭りに向かう途中、崖から落ちて死んでしまったんです。しかしそれは私の想像を飛び越えて舞い降りた。ペローは星祭りに向かう途中、崖から落ち死んでしまったのです。アンは何日も泣き崩れ、ペローのお墓の前で必死に願いました。神様、ペローを返してと。アンは悪魔の言葉にゆっくりとうなずきました。悪魔の言った通り、ペローはよみがえりました。しかし同時に太陽は消え去り、世界は永遠の夜に包まれました。不老不死となってしまったペローはアンに告げず、一人で悪魔のもとへ旅立ちました。太陽を返してもらうために。私は知っていた。この物語を書いたのは私とお父さんだ。
私とお父さんが作った物語だった。私とお父さんしか知らない物語。ねえ、誰がこれを伝言板に書いてるの？お母さん知ってるんでしょ？ちょっと待ってて。これを持ってここにやってきたわ。これだけでも楓に渡してほしいって。楓覚えてる？これあなたとお父さんとで書いてた交換日記よ。忙しいお父さんと少しでもお話しするんだって楓から始めて。私が小さい頃に旅行先で死んだんじゃなかったの？あの人は何も書けなくなって自分で自分を追い込んで責め立てて壊れちゃった。そして私たちを捨てて出て行ったわ。今どこにいるの？知らないわ。なんで今頃になって。もう長くないんだって。どこまでになってた人なんだろう。なんで今まで黙ってたの？7月7日、なんでペローは死んだの？なんで生き物は死んじゃうの？パパ、お願いだからペローを生き返らせてください。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。黙って一人で悪魔のもとへ旅立ちました。太陽を返してもらうために。私とお父さんで書いた物語はここで止まっている。アンなら必ずこうするはず。
それでもアンは、私はペロを追いかけようと決めました。でも、いつまで経っても私がペローにたどり着くこともお父さんが現れることもありませんでした。なぜ僕はこんなものを書いたんだろうな。こんなことをしても、いくら言葉を連ねても、どんなに謝っても、もうどうにもならない。今さら何を望んでるんだ。あの日さえなければ、まあ帰れ。許されるわけがないだろう。たとえお話の中であろうと、僕が楓に会っていいはずがないんだよ。あの日、僕が旅行に行こうだなんて言わなければ、そうすれば楓は死ぬことはなかったんだ。何が許せるのかな。あんなに楽しそうだった楓は、あんなに小さな楓が死んで、なんで僕だけが生きてるんだ。なんだよ。あの事故は誰のせいでも、僕が殺したんだ。先生は
それでも今一度小説を書くと決めたんですよね。あの交換日記を見つけたから。楓ちゃんと交わした言葉を、楓ちゃんがこの世に生きていた証を先生は見つけたから。お願いします、楓ちゃんのために。お願いします。パパ、ペロを生き返らせてよ。お願い、お願い。そうだ。あの時僕は楓のためにアンとペローの物語を書こうと決めたんだ。楓が優しい子に育つように二人で少しずつ考えながら。これは君の物語だ、楓。妻も楓の後を追うように僕の前から消えてしまった。だから僕が死んでしまったら、楓のことを覚えている人間はこの世界からいなくなってしまう。それだけは許せないんだ。これは君の物語だ。永遠に生き続ける。随分遅くなったね。今こそ行こう。
んじゃうでしょうが。立てる？ありがとう。ペローは悪魔のもとへたどり着きました。そこはいつかアンとペローで行こうと約束していたあの妖精の丘でした。トモエさん。ん？私が何者だったのか分かっちゃった。私はアンで、そしてペローでもあったんだね。悲しいけど、こんな人生もあったよね。うん。あったあった。次があったら、トモエさんに迷惑かけないようにするね。バカ。じゃあ、行こうか。ペローは言いました。僕はアンが幸せになるのならどんなことでもしようと思ったんだ。誰よりも幸せになるのなら僕が代わりに死んでもいいと。あの日星に願ったんだ。すべては僕が招いたことだった。ごめん、ごめんね、ごめんなさい。そんなの許さない。許さないけど、でもあなたがいたから私が今ここにいる。何が欠けても、誰が欠けても、この世界はダメだった。あなたがいなくなっても、私がいなくなっても、一人だけで幸せになるなんてない。そんな幸せなら私はいらないと、アンは思いました。そして二人は悪魔の前で
を叫びました。太陽を返して。ただいま。おかえり。ありがとうございました。行ってきます。